県は、鳥インフルエンザを確認した北広島町の養鶏場のおよそ8万羽の殺処分を完了したと発表しました。北広島町の養鶏場で、抗病原性の鳥インフルエンザが確認されたのは今月12日です。県は養鶏場で飼育していたおよそ8万羽の殺処分を進めていましたが、 今日早朝にすべての処分を終えたと発表しました。県は引き続き、経営者の消毒などを行っています。一方、搬出を制限されていた半径10キロ以内にある3つの農場は、おとといから出荷を再開しています。